はいみなさんこんにちは今回の授業は会社数列から一般項を求める二回目の授業となりますどういうことをやるかまずテーマを確認しておきましょう、えー、テーマはね会社数列から一般項を求める括弧にと書いてあります前回の授業で会社数列から一般項を求める大まかな計算方法ね計算公式ねそれを話をしたわけです 今回はそれをここにまとめておきまましたまずここから読み上げると正体不明の数列 AN が与えられたら今ね数列 AN が具体的な数がばッパ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 と5個とか6個とか7個書いてあるわけねところがその数列を見たらパッと見たらね等差数列ではなさそうだそして等比数列でもなさそうだそういう時が正体不明の数列です。このような数列が与えらられたら まず何をするかなんですよね。はい。丸はまず最初にやること。階差数列 a n たす1マイナス a n イコール b n を求める。今 a n たす1マイナス a n イコール b n を求めると書いたけども、この式の意味だよね。後ろの項から前の項を引いて出てくる数なんだよね。それが階差数列。後ろの項から前の項を引いて出てくる数が階差数列ね。 その数をよく見てね出てきた数この計算をして現れた数を見て解差数列 Bn を n の式で表すんだよいくつかの解差数列をよく見て出てきた数をよく見てね Bn を n の式で表すわけこれが一番大事ねそして Bn がどんな n の式になるかが分かったら前回話したこの解差数列の計算公式ね丸い AN イコール A1 プラスシグマ K イコール1から N-1 引くまでの BK ね上のところで BN が l の式になってるからここの BK は K の式になるここのシグマの計算を具体的にやれば AN が得られるわけねただしこの AN はここに、えー、こにの式で計算した AN ねこの式で計算した AN はちょっと癖があるわけこの条件があるんです N が2乗 N がで、ね、一生懸命この公式を使って計算して an が出てきたその an は n が2乗第2項目から先ね第2項目から先で使える一般項になってるわけそうすると最終の最後のチェックが必要なんです。それが1の結果の式ね1の結果の式は n が2以上で使える式なわけ。n=1 イコール1で使えるかどうかは分かってないわけ。 ① マルイの結果の式が N イコール1で成り立つことの確認をしなくてはいけないんですこれが最後のねチェックするポイントになります ① の結果の式が N イコール1で確かになり立つかどうかの確認をするその確認が取れると ① の計算結果が不明な正体不明な数列 AL の一般項になれるわけですではそろそろ例題に入っていきましょう はい、では例題を確認ししておきましょう、えー、例題数列 AN を1261531とすると数数列 AL、ねえー、数列 AN の数列 BN を求めようです今回の授業もね前回の授業と同じようにして会社数列を使った問題をね1台解きたいんですけども解答量が長くなるのでまず例題のところで数列 AN をこのように与えてね 解査数列 BN を求めさせるとそして会社数列 BN が出てきたら練習問題の方でここに書き出されたね数列 AN の一般項を求める前回と同じような、えー、順番でね問題を考えていきます。はい数列 AN は1261531ね会社数列を後ろの項を引く前の項後ろの項を引く前の項後ろの項を引く前の項で掲載していくんだよね。じゃあ回答を始めます。 まず数列 AN ね数列 AN は具体的に書き出してあげる1261531以下同様に点々点とつなぐとえ 以下同様にと、えー、点点点とずっと続いていくわけね。はい、じゃあ階差数列を計算すると、この下にね階差 b n という言葉を入れておきます。階差 b n ね。そうすると階差 b n は二から一を引いて。 二から一を引いて一と、六から二を引いて四と、十五から六を引いて九と、三十一から十五を引くと十六と、以下同様に点点点とつながっていくわけね。はい、今後ろ引く前を 計算していったら現れた数は一四九十六一四九十六点点点さあどんな数列なんだろうパッと見て気がつくかなはいこれはね実は今赤のチョークで書き込んでるけども正の整数の二乗 平方数になっているんですはい、1の2乗2の2乗3の2乗4の2乗ねはい、ここにはね1 4 9 16… と平方数が出現したわけここが大事なわけ解差数列後ろの項から前の項を引くで解差数列を作っていくそしてそれがどんな数なのか読み取れないとまずいわけね今回は平方数になったわけよって解差数列 BN は 気がついたよね。平方数だから N の二乗にすればいいわけ。会社数列から一般公を求める問題ではこの操作が一番大事なんだよ最初の操作ね。 後ろの項から前の項を引いてどんな数かを確認しそれを n の式で表すわけここが大事ね bn を n の式で表すことが解差数列 BN を求めよううという問題文になってるわけです。はいでは例題の解説はこれくらいにしていきますよはい練習問題を確認していきましょうね。数列 AN は1 2 六十五三十一点点点以下同様に続くね。これは例題のところで現れた数列 a n と全く同じものです。そして例題のところでは階差数列 b n が n 乗と求められていたよね。その計算結果を利用して階差数列の公式に適用していけばいいわけです。はいでは例題の、えー、例題の結果からという形で書いていくと。 例題から「改札数列」は BN 分かってたんだよね。はい今。 書いてたことを、ね、ゆっくりと読み上げるからね前に、えー、前にやった例題から解査数列 BN は N1 乗であったここが一番大事なところねこれをクリアしないと解査数列の公式は使えないわけじゃあ解査数列の公式を使っていくと AN イコール A1 プラス シグマの k イコール1からここが大事なのね。シグマの頭が n 引く1になっているからね。そしてここが bk とこれが階差数列の公式だったわけです。an イコール a1 プラスシグマ bk ね。bn が n 次乗だから bk の部分は k 次乗になるわけね。そしてこの a, ね a はね a1 は 数列 AEL の初だよね A 1ここにある A1 は数列 AL の初項で数列 AL の初項ははい今指で指してるねこれね1です A1 は1だよ。いっ イコール一プラスシグマのケージ上ね、A1 イコール一この一がここに入ります。プラス Bk は上の式からケージ上だね。はいこれを使うときに注意ね。シグマケージ上の公式を使うんだけれど、ここのシグマーの頭が n 引く一になってずれているから注意ね。えー、念のためにここにねシグマケージ上の公式をこの下に赤のチョークで入れとくね。 はいこれがシグマー刑事上の公式ねねここれどののよよううに授業で説説明明ししたたっけこう説明したんだよ、ね、シグマーの頭が n であるシグマーの上が n であるこの n がまず最初に飛び込む次はここに飛び込んだ n よりも1つ大きい数 n+1 プラスが来るそして3つ目この3つ目のやつがやばいんだよね3つ目のやつはどう教えたかここの n を2倍して1加える言葉で覚えなさいって言ったわけ。 シグマーの頭が飛び込む。右側の数は飛び込んだ n より1個大きい数3つ目の数は飛び込んだ n を2倍して1加えるこうやって覚えておくとシグマーの頭が n-1 になっても楽なんですじゃあここにイコールをつけて計算を続行するとイコール1プラス。はいシグマーの頭 n-1 ね。 シグマの頭が飛び込んでいきます n-1 が飛び込んで n-1 ねシグマの頭が飛び込んできました n-1 より大きい数がすぐ右側に来るわけ n ですねそしてこの数を2倍して1加えるここはちょっと暗算でいこう2倍すると 2n-22n-2 ねそれに1加えるから 2n-1 になります。 はいあとはこれを整理して計算をまとめていけばいいわけちょっと黒板のところが詰まったので一旦ここで切って、ね、計算を続行していきますはいではここで一旦切りますよはいでは計算の続きを開始しますよ、えー、前の板書の最後の行はこの式で終了していたわけねただし AN イコールはつけておきましたあとはこれをえ計算してまとめていく。 今回はね展開整理する形でいいと思いますなぜかというとここの6分のという式とここの定数項のところね共通因数なんかがあってくくれて因数分解できるような形にはなってませんそういう時には展開整理した式でも構わないんだよじゃあ計算を続行します、えー、これをまとめる時にねまずここの n ね n はそのまんまにしといて n 1かける2 n 1ねここを二次式の展開公式を使って展開していきます えー、イコール一プラス六分の n ねはい n 引く一かける二 n 引く一を展開整理すると二 n 二乗マイナス三 n プラス一ですね n 引く一かける二 n 引く一を展開してねはいこれでこの n を小角括弧の中に ポンポンポンとかけて入れてあげてここに1がいるからで6分ので通分すると6分の6の形になるからこの式全体は6分の1はい 2n3 乗マイナス 3n 次乗プラス n そしてこの1がはい先頭にいた1がここに入ってきて。 プラス6ですはいよって an というのをちょっときれいに書いておくとよって an は6分の 12n3 乗マイナス 3n 次乗プラス n+6 プラス6ね。そしてなんで計算結果ねここに出ているのにこう書いたかこれでね 点点点答えって書いちゃダメなんだよ点点点答えって書いちゃダメのなぜかというと解差数列の公式を使ったときにはこの条件がついてるわけ n が2乗なのね n が2乗で使える一般項。そうするとこの式を点点点今丸 ① と置きました丸 ① ね解差数列の公式を使って計算すると出てくる一般項は n が2乗第2項目から先で使える 今これを点点点丸ですね、はい、数列 AEL の初項はいくつでしたっけ数列 AEL の初項はちょうどここに書いてあるけども初項は1なのねまた初項 A1 は1です点点点丸にねし、と初項の確認をしました実はねこの丸一番の式が 初項の a 1, =1 で使えるかどうかを確認しなくちゃいけないわけそう,そうすると回答としてはどうなるか丸1に N イコール1を代入するとはい確認ねえ丸1に N イコール =1 を代入するといくつになるでしょうはいここ6分の1ね1代入してごらん。 2引く3たす1プラス6ね、6分の1かける61になりますね。この確認を最後にやるんです。はい、まあ君らにね分かりやすい書き方をすると、会社数列の公式を使って一般項 an みたいなやつが出てきた。 そしたらそこに n イコール1を代入してちゃんとこの値を出す。そうすると1になる。はい。a 1イコール1を満たしているよね。丸丸2番の式はあ、丸1番の式は丸2を満たすんです。つまり丸1は丸2を満たす。この確認を最後にやっておくんだよ。 はいじゃあ答えは a n イコールで書くと a n イコール六分の一はいこれが n が一以上で使える一般項になります二 n 三乗マイナス三 n 次乗プラス n プラス はい、n が1でも使えるから最後に n 以上をちゃんとつけて点点点答えちょっと影になってて見えなかったかなはい会社数列の公式から一を得たそして初項の値をしっかり見る一に n=1 を代入すると1になることを確認するつまり1は2を満たすこれで初めてここの計算結果が一般項 AN になれるわけです。 全体の流れしっかり抑えられたかなはいそれではね全体の流れをしっかり押さえて最後の確認は軽くでもいいからちょっと確認をしましたよっていうね文章を回答に入れてくださいそれではこれで練習問題の解説は終わりとしますよはい今日の授業のまとめをしておきますはい まとめというのはこのポイントのことなんですけどももう解査数列を見たら解査数列を作ったら出てきた数から BN を N の式にするあとはこの公式に当てはめる公式に当てはめて計算した後ここが注意で最後のところ練習の最後のところもここうるさく注意してましたよね N=1 で成り立つことの確認をするこれを必ず守ってください。それれれででではははこ今日の授業は終わりにしします、はい皆さんお疲れ様でした